初めてかもしれない。確かに史上初ですね。タイさん、タイ何年目ですか？タイは5年目です。ここはどこかご存知ですか？いや、知らないです。レイプどこ？ここはウォンウエンヤイというところです。ウォンウエンヤイはあの大きいロータリーという意味で、でロータリーの真ん中にはタクシン大王の銅像があります。そこから徒歩10分です。今日は激安い10バーツのおかず屋さんに食べてもらいます。10バーツ、すごい。食べたことあります？いや、ないです、ないです。そもそもおかず屋さんに行ったことあります？いや、おかず屋さんも行かないです、私。あ、じゃあ初体験ですね。初体験、ルイです、ルイです。じゃない？これ全部10バーツなの？すごい安い。これ何、今日食べさせてもらえるの？今日この店の人気のパネーンを食べてもらいます。どれがパネーンなの？これがパネーンなんだ。はい。これパネーンってどういう意味？あ、すごい、お肉が。意味はないで、あのレディの名前です。牛肉のレッドカレー。へー、めちゃくちゃ美味しそう。すごい美味しそう。大根、これね、大根と卵の炒めと魚の卵。うわー、どれも美味しそう。魚の卵。今日はあのご飯の上にあの乗せてもらいました。ご飯の上？なんで？あの安い。ご飯の上に乗せた方が安いので、これはどうやって頼めばいいの？本当はあの食べたいものをここに書く。書けません。どうすればいいですか？あの店の人を聞きましたけど、外国人は好きな食べ物を指さしてあの作ってもらいます。なるほど。ご飯の上におかずを乗せたいんだよね。ってことは、一皿でチャンピン乗せてもらえばいいと。あ、そういうことね。なるほど。来ました。わー、すごい。雨の中来ましたよ。来ましたね。おいしそう。そんなに簡単に食べさせないよ。今日はあのご飯の上にあの乗せてもらいました。ご飯の上？なんで？あの安い。ご飯の上に乗せた方が安いの？ご飯の上に乗せた方が安いの？改めまして、シカさん、このセットおいくらでしょうか？はい、これは10バーツ、10バーツ、10バーツ、そして10バーツなので、トータルで40バーツ！なんか言い方がムカつく、なんか言い方がムカつくよね、今。はい。これは10、10、10と5バーツです。ご飯が5バーツなの？安い。15バーツです。この量で、この量で5バーツ、すごいね。ねえ、わあ、美味しそう。いや、まだ食べません。ええー、まだですか？では、このセットはおいくらでしょうか？でも、クリ先生、私は騙されません。見てください、おかずの量が少し少ない。ということは、ゴーゴーゴー10じゃない？25。ムカつく。え、違うんですね。え、いくら？はい、5、5、5、15バーツです。え、これは5が含まれないの？含まれない。15バーツ？15バーツです。ご飯の上におかずをぶっかけた方がお得なのです。説明して。はい、牛肉の、あ、牛肉、あのパネーン、パネーンっていう牛肉料理。最高パン、はい。で、あの大根みたいな野菜とあの卵の炒め。緑の方が魚と卵の炒め。初のさ、おかず屋さんじゃん。はい。そうですね。初のリポート。ありがとうございます。使います？緊張してますね。スプーンだけでまず行ってみようかな。承知しました。お好きなものからどうぞ。あ、じゃあ牛肉からいただきます。いただきます。
辛いのかね、まず分かんないんですけど、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。お肉柔らかいです。辛さはどうですか？全然辛くないです。ちょっとピリ辛な感じです。美味しい。じゃあ田中でも食べれる？でもね、私ちょっと一個口に入れて感想言うのが早い。早い。私もそれは思った。もうやだ。もうちょっと食べてみて。もうちょっと食べてみようか。大根にしようかな。そんな田中 D のプレッシャーに負けないです。あの誠も熱でね、頑張ってたからね。はい、常に熱を感じております。はい、いただきます。味わってますね。まだ時間かかってるよ。美味しい。甘い感じです。これは全然辛くない。結構甘みが強いですね。そうです、すごい甘い。砂糖がいっぱい入ってる感じです。これ美味しそうに聞こえる。え、食感は？食感は切り干し大根です。あー、なるほど。じゃあ次行ってみようかな。はい、ちょっと行ってみます。どんな味か全然わからないです、見た目からは。味があの甘くもなく辛くもなく、味みんなが好きそうな味です。伝わらない。え、本当に味にパンチがないんですけど、どうしよう。すごいね、本当に高菜だね、はい、香りは本当に高菜そのもの。いただきます。あー、歯ごたえがしっかりしてて結構甘くないですか？あ、甘いです。甘い。また違う。あ、ちょっと違いますよね。あれよりも甘い。砂糖が多めに入れられてる感じ。砂糖が多い。お子さんとかが好きそうな味かな。ね、多分塩味はこういった。はい。そう、パンチが出ていいかもですね。ね、これ。いただきます。早い。どっちかで待って。早い。嘘嘘嘘嘘嘘。ありがとうございます。辛かったです。あ、ごめんなさい。ここに来たらこの3種を食べると2ということですか？なるほど、この3種を食べれば2。私たちはもう2ですね。ああ、そうですね、初めてにして2になれました。なんだろう、この、誠が何か空振りをしてる感じ。もっといろいろ食べてみたいです、いろんな種類。ちなみにタイ料理一番好きなのは何ですか？タイ料理はカオクルックガピが好きです。あ、へえ。逆に食べれないものってあるんですか？食べれないのは多分ちょっと匂いがきついの。なんかあのお魚のなんかちょっと臭いだとか。あ、そうですね。それ以外は大丈夫？それ以外はすごく辛くなければ。さっきちょっとこれも辛かったぐらいになってた。あ、じゃあ、ちょっと辛くなければ大丈夫。ってことは虫いけるんだ。あ、虫。虫は、でもチャレンジはしたいって思ってるんですよ。いただきました。いただきました。チャレン